ベサニー・ハミルトンはハーイ州カウアイ島出身の赤ワンのサーファー。幼い頃からサーフィンを行い、コンテストの子供部門で優勝。リップカールがスポンサーにつくほど将来のプロサーファーとして期待されていた。2003年10月31日の朝、13歳の時にカウアイ島の海岸で親友とその父兄弟とサーフィンを楽しんでいたが、 体長14フィートから15フィートのいたちざめに襲われて、左腕を肩の下から食いちぎられた。救助され、病院に運ばれたが、全身の血液の60%を失っており、病院での回復まで7日間かかった。事故のトラウマにもかかわらず、彼女はサーフィンに復帰することを決心、1ヶ月も経たずに再びサーフィンを始めた。以前より長く、 やや厚いボードを特注して、パドルを容易に操作できるようにした。また、左手を失った代わりに足をより使う必要がある、ことに気づいた。2004年1月には大会に出場した。同年7月、SP 賞のカムバック賞にプロゴルファーのジョン・デイリー、カレッジフットボール選手のニール・ペリー、ジェイソン・ホワイトと共にノミネートされ、最終的に選ばれた。 ティーン・チョイス・アワードの特別賞を受賞した。同年、自伝、ソウル・サーファー、エイトルーストーリー・オブ・フェイス、ファミリー、アンド・ファイティング・ツー・ゲット、バック・オン・ザ・ボード ISBN0 から743499220を出版した。2005年、ムッサのチャンピオンとなった。2008年には、プロのアスプのワールド・クオリファイシリーズに出場するようになった。2010年、 自伝を映画化したソウルサーファーの制作が始まり、2011年に全米で公開された2012年6月より日本でも公開されることとなっており、映画プロモーションのために来日も果たしている。サメに襲われて以降、彼女はザビッケストルーザー2020グッドモーニングアメリカインサイドエディションオプラウィンフリーショーエレンの部屋ザトゥデイショー ザ・トゥナイト・ショーなどのテレビ番組に出演したり、ピープル、タイム、アメリカン・ガールなどの雑誌に登場した。2010年5月16日には、ABC のエクストリーム・メイコバーン、ホーム・エディションに出演した。2011年3月には、キリスト教団体のアイ・アム・セカンドのビデオに出演した。同年4月8日、映画、ソウル・サーファーが、アナ・ソフィア、ロブ主演で全米公開された。 ありがとうございます。